はい、皆さん、えー、こんにちは。はい、今回の話題なんですけど、皆さんごめんなさい、グレーです。ということで、まあ、非常にグレーな話というかですね、まあ、今現在、いろいろ取り沙汰さ,されている、まあ、行為継承の話に関して、今回はね、いろいろ話をしてみたいなというふうに思います。はい、でですね、まあ、どういった、まあ、具体的にどういったようなことかというと、まあ、サムネイルにも書かせてもらった通り、 エミ宮殿下に関しては、以前ですね、私は即位しないだとか、そういったような表現をされておりましたよね。例えば、今現在の金城陛下が80歳におなりになら,なられる頃には、私はもうすでに70歳の半ばです、もしくはその後半ですといったようなことで、即位など考えられない的な表現をエミ宮殿下はされておりましたよね。まあそういったようなこともありました。 ででもですね、なんかわけの分からないというかあえて言いますけどねわけの分からないというかあの立皇嗣の例のようなものが行われたわけですねここら辺の矛盾点だとかねいやね即位しないのであればもうね、えー、サムネイルにも書いておきましたがご辞退くださいといったような点をねやっぱり言っていかないとねなかなかねそれこそね愛子さまの立体師の件だとかそういったようなことがなかなか進まないと。 いったようなお話をさせてもらいたいなというふうに思います。最後までご覧ください。はい、でですね、今まずご覧になっていただいているのは、これはね、全くちょっと違う話なんですけれども、昨日のね、夜に出ていたようなニュースです。これ日テレニュースをちょっと引用させ,用させてもらっているんですけども、天皇皇后両陛下がですね、 まあ、あの、年のみ愛子様が学習院大学をご卒業されたということで、実はね、大学の関係者に挨拶をされておりました。といったようなね、えー、記事が上がっていたんですね。まあ、そんなに大きな記事は出ないんですけども、ただね、私はね、これを見たときに、いやー、やっぱりね、こういった何て言うのかな、非常にまあ、細かいというかね、一つ一つのことに、えー、まあ、 心を置かれているんだなというようなことがね、やっぱり思いましたですね。で、皆さんにはね、えー、やっぱりお伝えしておきたいのは、例えばですけども、えのみご夫妻がね、えー、そのトンズラしちゃった M 子さんだとか、もしくはね、えー、今現在のね、一人選挙してる。 ね、10億円を一人選挙している加古様が ICU 国際キリスト教大学をご卒業された時に、ヌミ宮ご夫妻がその ICU の大学の関係者に挨拶をしたみたいな報道って皆さんありました私が知る限りではそんなのなかったですよね。そういったようなことを考えてもね、やっぱりね、天皇皇后両陛下、いつもね、えー、その国民の側に立っていただいてるんだなというようなことがよくわかります。 今ご覧になって頂い,いているニュースなんですけどまあちょこっとだけね読みますが「天皇皇后両陛下が長女愛子さまの学習院大学卒業に先立ち大学関係者に挨拶しお礼を述べられていたことが分かりました」っていうことなんですね。えー、まあねちょっといろいろ下に書いてありますけどもまあ,あの内容としてはそういうことなんで今言いましたようにあのこれ卒業式に先立ってでしょきちっとやっぱり挨拶をされているわけですよね。 ここら辺がね、やっぱり、えー、まあ自分のね、娘さんのことだからということかもしれませんけども、それ以上にね、そういったようなことでお世話になりましたといったような点をきちっとですね、お礼されている、こういったようなところがね、国民敬愛できるんだよね、と皆さん思いませんかということで、まずね、最初にこういったような記事が昨日上がっておりましたのでね、紹介をさせてもらいました。まあご覧になった方もね、あると思いますけども、 はい。で、ここからはちょっとね、今回のね、主題というか、お話なんですけども、ちょっと次のページご覧ください。はい。でですね、今ご覧になっていただいているのは、これはね、実はね、昨年の12月19日号ということで、まあ、女性自身の記事なんですけどね、まあ、そこに出ていた内容を、ちょっと引用させてもらいました。内容に関してはちょっとね、次のページでちょこちょこっとね、お話しいたしますけども、 まあこのね緑の矢印で示させてもらった通りね「ミア殿下に関しては即位しない」と言ったようなことで、えー、右側その記事のね、えー、実際の概要なんですけどもここにも書いてありますよね。えー、エーヌミア私は即位しないと。 ね、そうなんかね会見、えー、本音に「えー、次男の引け目」といったようなことが書いてありますけども、まあ、この記事は昨年の12月の記事ですので、えー、要はですね毎年11月の30日になると「恵ア殿下のお誕生日」ということでね会見がありますよね、えー、昨年の会見においてもいろんなことを言われておりました例えば過去様の一人暮らしに関して、ねえー、実際に私がグズグズしていたとかねまあそういったね まあ表現が出ておりましたけどね。えー、まあそういったようなことに加えてですね、まあ過去においては、えー、今ちょっとご覧になっていただいているように、私は即位しないというようなことを言っていたわけですよ。なおかつ、えー、その帝王学に関しては私は受けていないといったようなことも表現されているわけですよね。そういったようなこと観点を言うとね、えー、先ほども言いましたように、今国会を中心にね、これから皇位継承の問題、 そして先日ね自民党の中で懇談会がやっと、えー、2回目の懇談会が行われましたけども案の定じゃありませんが、えー、結局話された内容に関しては皇族数の確保だけを目的にした、えー、女性皇族の方が結婚された後も、えー、皇族としての地位を維持するといったねそういったような案だけで国民の8割以上が望んでいるそれこそ女性天皇女系天皇に関する議論 要はね愛子さまの天皇擁立のための女性天皇の擁立といったようなことが一切話が出なかったということですよね。だから本当にね私もやっぱり言い続けるしかないのかなっていう感じがしております。なので今回ねこういったような話題を話さ、話をねさせてもらっているんですけどもまあこれはね、えー、一応表紙の部分と、えー、まあ昨年のね女性自身の記事の内容なんですけどもはいでちょっと次のページ。 でね、えー、今ちょっとね、えー、表題等でもね、えー、お見せしましたように、私は即位しないとね、エヌミア殿下言われておりましたよね。例えば、これね、2019年の4月、朝日新聞が具体的に記事としてあり、上げておりましたけども、エヌミア殿下がね、皇位継承に関するご発言で報道されたということで、さっきも言いましたように、 まあ近城陛下が80歳の時ね「私はすでに70代の後半になっています」といったことをね考えるとそれからはできないですということを言われていてそれが朝日新聞にもバンと報道されましたよね。えー、なおかつですねその天皇に対する即位といった観点においてはそんなことを思ったことがない。で、えー、例えば帝王教育等に関してもですね ここに書いてある通りね、自分は交代したる教育を受けてきていない、そして皇代帝やそれに類した称号を受けることを辞退したと繰り返し、まあ、この朝日新聞以外でもですね、そういったようなことが繰り返し報道されたわけです。この繰り返し報道されたことに関して、経営の長は一切否定のコメントは出さなかったんですね。 通常あの皆さんもご存知かと思いますけども、えー、例えば週刊誌等がね何らかの記事を出してそれが全く事実と異なるということであれば刑務庁はその後ね、ね、えー、反論ということで、えー 例えばね、えー、何年何月号の、えー、ね、例えばですけど、女性自身だとかね、週刊女性だとか、えー、週刊文春、これが出していたような記事に関しては、えー、違いますよといったコメントを経営庁がホームページの中で出すんですけども、そういったようなことが、今私が言ったことに関しては一切出てきてないんですね。要は反論してないわけですよ。反論してないという経営庁が反論していないということは事実なわけだよね。要は、 今言ったようにね自分は交代してる教育を受けてきていないすなわち帝王教育を受けてきて,受けて,きていないしそれに関してですねご自身としてその交代帝としての地位を受けるようなそれに関しては辞退したといったようなことこれはやっぱり本当なんでしょうね故に今現在なんか公師というですねおかしな称号になっちゃってるわけですよね仮の称号ですよねまあそういったことになってるわけです でもうこういったようなことに関してですね今言いましたように、えー、その即位はご自身が即位をしないだとかね えー、もしくはその帝王教育に関しては受けていない。すなわちね、皇太子となる。私,私は器ではないと、ご自身で言われているわけでしょ。といったことを考えればですね、なぜあのね、立皇子の例なんかやったんですかっていう話にもなってくるわけですよね。結局ね、私もいつも言ってますけども、エニメー殿下に関しても非常に私、不敬な発言をしますけども、えー てての件ででですすね、ね、言わわれるることが、ね、ブレてるわけですよ。だって自分はさ即位しないって言ってる割には何立候補しのれっておかしいだろっていうね、気がしますよね。もうそういったことを考えるとやっぱりご自体くださいっていう話なわけですよ。 ご辞退してもらえればさ、簡単だよね、はっきり言ってね。え宮家が、この公式をね、お返しする、返上するということになれば、当然その行為継承順位1位2位がそのままね、継承、あの、返上されるということになるでしょうから、そうなるとね、もう単純ですよね。もう、えー、それこそ立体詩ということで、年の宮愛子様しかないわけですから。もう簡単だよね、はっきり言ってね。もうぜひご,ご辞退ください、というふうに私は言いたいです。で、 やっぱりね、ご自身がそのね、帝王教育を受けていないといったような観点で、例えばその悠仁さまね、今現在皇位え継承順位第2位をお持ちの悠仁さまに対する教育に関しても、結局はね、何も言えないわけですよね。で昨年のそのお誕生日会見でも悠仁さまに関しては、まあ、大学進学うんぬんもあってね、 ただ私としては何でしたっけ、えー、その自分のね、えー、やりたい道を進んでほしいみたいなことしか言っておりませんよね。すなわち、えー、そのね、帝王学にまつわるような話って過去においても、今現在においても、エ江ミア殿下においては話をしていない、避けているわけですよね。そういったような観点で見ても、やっぱりそのね、公式家として全然自覚がないなというようなことを言わざるを得ないというふうに思います。 はい。といったようなことでね、まずね、えー、以前の発言なんかでもね、えー、私は即位しないといった発言、もうぜひね、ご自体ください。と言ってる中で、はい、ちょっと最後にこれだけお見せしておきます。はい、これはですね、以前のね、記事なんですけども、これどっから産経新聞の記事かな。 えー、具体的にちょっとお見せしますけれども要はね公使としての、えー、務めを果たすべく力を尽くすなんていうことを言われていてこの立皇嗣の例の最後のね、えーまあ、締めとして、えー、この長見の儀が行われたんですねその時の、えー、この報道を今現在お見せしております。でただねさっき言ったようにね即位するつもりはないといったような、えー、ことにもかかわらずですね公使としての務めを果たすべく力を尽くすってね 結局なんかね、言われてることとやってること全然違うんですよね。さっきも言ったように、あの即位をする気がなくて、なぜこの立候補の礼をしたんですか全然矛盾してると思いませんかというふうに私は思いますけどね。はい、えー、そういったようなことだと思います。でちょっと一回変えますね。はい、ということで、今回はですね、えー、ミア殿下の過去の発言、もしくはこんなことを言ったのではないかといったような話をさせてもらいました。それに えー、絡めてですね、行為継承に関わる問題。やっぱりね、えー、先ほども私お話ししましたけども、即位する気ないんでしょぜひね、ご辞退くださいよ。って、それしかないですよ、はっきり言って。公式を返上されてください。もうそれが一番簡単な道だと思います。っていうことですよね。もうちょっとこの、ね、パターンをずっと今回、これからね、言っていこうかな、みたいなことも思っておりますけどね。 まあいずれにしてもですね過去の江戸宮殿下のご発言とそのなぜそういったようなご発言をされて立候補の例をされたんですかここら辺の矛盾点これもちょっとね、えー、今回は話をさせてもらいましたということですね、まあ、皆さんとまだねまだまだ先ほど言いましたように自民党もなんか懇談会開いてもさ女性天皇のね序の字も言わないでしょといったようなことで結局皇位継承に関わる問題じゃないんだよね。 結局はね今現在皇族数が、ねえー、少なくなってきてですね将来的に考えれば皇位継承に関わる、ね、大きな問題が出てくるでしょうっていったことを、ね、分,かる分かっているにもかかわらず皇位継承そのものじゃなくて皇族数を確保するとそればっかしに、ねえー、話がしているこのなんか矛盾点これもおかしいですよねってことですよね。まあなかなかね言えないんだと思うけどね結局はね。 はい。といってのことで、また皆さんね、どのように思われますでしょうかということです。ありがとうございました。バイバイ。